こんばんは、ひめぽん845、愛媛県のニュースや気象情報をお伝えします。愛媛県は新たに8人が新型コロナウイルスに感染したことを確認したと発表しました。中村知事は第5波の入り口に近づいていると認識した方がいいと述べ、感染の回避行動を徹底するよう改めて呼びかけました。では気象情報、佐藤予報士です。こんばんは、気象情報でした。ひめぽん845でした。